プロ野球ファン待望の1959年度オールスターゲーム、夢の球宴ならではの豪華版、絢爛と咲き誇るセントラルパシフィック両リーグオールスターズの勢ぞろいであります。率いる水原三原両監督の握手、今日ばかりは五越同州セントラルの首脳陣、ザトベック東方の新鋭村山を励ますベテラン金田、セントラルの大型クリーンナップトリオ桑田長島森、両リーグのファーストベース、セリーグは初登場のファイターへと、パリーグが榎本、ずらり並んだ両リーグの一発や長島山口桑田、党の稲尾、打の桂木、パリーンが誇る党打の精鋭、勝負師豊田、衰えのベテラン飯田、ホットコーナーを守る共にリーディングヒッター同士長島と桂木、神宮からプロ野球へ常にエースの座を行く藤田杉浦、作戦を練るパリーグ首脳陣、試合ゲーム終了後ライトが消え、グラウンドは真っ暗になりました。夢の球宴のフィナーレを飾る綺麗な花火でやります。お互いに持てる戦力を出し切って戦った三原水原両監督、緊張から解放されほっとした表情です。さて表彰式に移りました。1959年度オールスターゲームの最優秀選手には大米オリオンズ山内和弘選手が選ばれました。力、旨味、そして気力と三拍子揃った山内選手がツーランホームランを打った時の素晴らしいバッティングフォームです。こうして2日間にわたる両リーグオールスターズの絢爛たる応酬は完全にファンを魅了、年に一度のプロ野球の祭典夢の球宴の幕を閉じたのであります。